新年明けましておめでとうございます。2021年ですね、今2021年1月1日を迎えることができました。私は今橋ですね、しまなみ海道、おそらく来島大橋かなと思われます。ちょっとね、暗いんですけどね、ただいまサンフラワーに乗って、九州から神戸まで帰っているところでございます。まあ、せっかくなので新年を海の上でね過ごしてみようということで、ちょっとよくわからないことをしておりますが、まあ、このように船の上で新年を迎えるのは初めてでございます。去年はね、実は、島根県の玉造温泉で新年を迎えたんですけども、それ以外はもう絶対家にいましたのでね、まあ、2年連続で家ではないところで新年を迎えたというようなことになります。今年も、YouTube 活動、まあ、可能な限り頑張っていきたいなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。皆様にとって、良い年になりますように、祈っております。よろしくお願いいたします。というわけで夜が明けまして、ここは兵庫県神戸市の沖合になります。今日1月1日ということで初日の出がね、見られるんじゃないかなということで、甲板にこのようにね人が出てきております。こちら方向には、まあ、満月と、そして明石海峡橋ですね。もうこの時点ではね、通過をしてしまっています。もう日の出時間を超えているんですけども、出ないですね。というのもね、毎年ね、兵庫県で私、このように日の出を撮るんですけども、大体生駒の方のね、大阪の生駒の方で、雲が出てくるんですね。そして邪魔されてしまうというのがよくあることでございます。そして しばらく待っていますと、このようにね、まあなんとなく出てきたと、サンピラーがね、見えているかなと思います。兵庫県や大阪府で初日の出を撮られる方もね、多かったんじゃないかなと思うんですけども、おそらくどこともね、このような雲にやられてしまう、雲廃棄をされたんじゃないかなと思います。まあ、せっかく船に乗りましたのでね、それがわかるような撮影をしてみました。ついに太陽が出ましたね。まあ、普通に太陽だけ撮ってもいいんですけども、まあ、せっかくサンフラワー乗ってますのでね、こちらの独特なオレンジのね、まあ、何か分かりませんが、飛行機で出た垂直尾翼ですけど、飛行機ではないですけどね、を入れて写真を撮ってみました。ということで、今年1年またよろしくお願いいたします。船は船でもサンフラワーですので、このようなオレンジ色の、何かわからないやつを入れて撮影をしてみました。まもなく神戸ですね。ちなみにですけども、この奥ですね、あそこに湾と書かれた船が止まっていますが、ハワイ沖で、積み荷がね崩れてしまったコンテナ、まあ、ちょっとぼやけてわかりませんがね、まあ、コンテナかなり崩れてしまったフェリーが見えます。あれはあれで大変ですね。いや本当に大きくね、こけていますよね。もうだいぶ取り出されたようですけども、いや大変な作業だなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。